あ、ごめん。ってなんだ、血とげか。なんだって何よ。私だったらぶつかってもいいってこと？いや、そんなつもりじゃねえけどさ。でもお前なら丈夫だし、別に怪我とかしてねえだろ？あんたね、私、これでも女の子なんですけど。ああ、それは知ってるぜ。お前が一応女子だって認識くらいは。一応？こんなバカもやし、もう知らない！あいつ、なんであんな不機嫌なんだ？こらこら、そんなんもわからないんじゃ、彼氏失格だぜ。わっしゅ、お前いつの間に。てか、彼氏失格って、こんくらいいつものやりとりじゃねえか。なんで今日に限って怒るんだ？多分だけど、桐崎さんは寂しかったんじゃないかな。寂しい？お前が桐崎さんを大切にしてないからさ。もちろん、お前がそんなひどいつもりで言ったんじゃないのはわかってるけどな。でもこれは、いつも言ってるからいいとか、本当の恋人じゃないから許されるとか、そういう理屈の話じゃないんだよ。そうなのか。まあ、あいつも一応女子だもんな。さっきのは俺がまずかったのかも。楽。一応じゃなくて、本当に女の子だよ。うん。ってわけで、ここはこうなるっと。わかったな、お前ら。とは言うものの、さっきのことはどうやって千鳥に謝るかな。女の子扱いしなくてすまん、なんて言っても怒るだけだろうし。なんだこれ。うわ、読めねえ。でもこの部分、ソーリーだよな。ちとげ、これお前が？ちょっと恥ずかしいから声に出さないでよ。何のために手紙書いたのかわかんないじゃない。ああ、はいはい、悪かったって。ちょっと待ってるよ。ほら。何よ。小学生レベルの英語ね。悪かったな。俺そこまでうまく使えないんだよ。いいわ、許してあげる。ラック、ラック、起きて。もう朝よ。そっか、もう朝か。ほら、起きて。朝ごはんもできてるから、一緒に食べよう。ちとげ！ん？どうしたの？なんでお前が俺の部屋に？なんでって、いつもと同じじゃない。え？ほら、早く一緒にご飯食べよう。これは、うまい！気に入った？なんだよ、ちとげ！お前やりゃできるんじゃねえか！まあ、失礼な。あんたにできるだけ美味しいものを食べさせたいって、すごく練習したんだから。俺に？これからは毎日食べてもらうから、期待していてね。え？これから毎日？うん。だって私たち、来月結婚するでしょ？え？そんな状況だっけ？もう、何言ってんのよ。ほら、この前買ってもらった指輪、ずっと大切にしてるんだから、感謝しなさいよね。え、やべえ、本気で知らねえ。一体どんな事態なんだこれ。ねえ、ラク、
お。いつもみたいに、ご褒美、くれない？いつもみたいに、と、言いますと？だから、あの、キスよ。え？俺そんなことやってたっけ？嘘、やってくれないの？いや、やります。うん。キスってどうやるんだ？こんな感じでいいのか？うわ、こいつの顔、綺麗だな。うわ、マジで、キスしちまう！よー、一条、目覚めたか？夢？ずいぶん幸せな夢を見てたみたいだな。顔がチーズみたいにとろけてたぞ。あはは、ですよね。すいません。お前だけ、宿題特別コースね。うっす。ったく、バカね。誰のせいだと思ってやがる。ん？ゲームセンターでデートなんて珍しいわね。街中のデートスポットはいろいろと行き尽くしたからな。たまにはこういうのもいいんじゃねえかと。うん、マンネリ打破ってとこね。いいんじゃない？よし、じゃあ早速新鮮な気分で何か勝負するか。いいわよ。負けた方がジュース一本おごりってことでどう？言っとくけど、手加減はしないわよ。上等だ。で、どのゲームで勝負するの？そうだな、あのクレーンゲームなんかどうだ？狙ったグッズを先に落とした方が勝ちってことで。そうね。じゃあ狙う商品は、あれいいじゃん、小さいゴリラのキーホルダー。前あんたからもらった子に似てるわ。ほんとだ、シリーズ化してたんだな、あのゴリラ。じゃあ先行は譲ってやるよ。一応レディーファーストってことでな。あらあら、そんなこと言っちゃっていいのかしら。クレーンゲームなんて持ち上げて落とすだけでしょ。私簡単に勝っちゃうわよ。大した自信じゃねえか。じゃあやってみな。見てなさい、華麗にゲットしてやるわ。まずはコインを入れてっと。まあそんな簡単にはいかねえってこったな。おかしいわね。ちゃんとぬいぐるみ自体はつかめてるはずなのに、アームが持ち上げてくんないのよ。このアーム、どっか壊れてんじゃないの？きっと不良品だわ。クレームつけに行った方がいいレベルね。いや待て待て、この手のゲームはもともとそういうもんなんだって。縁日の射的屋で銃口が曲がってんのと同じ理屈だって。簡単に取らせるようにはできてねえんだ。はぁ？何それ、聞いてないわよ。よくあることだろそんなの。ともかく次は俺の番だな。アームの可動範囲と開く角度はさっきの打ち解けのを見てたからいいとして、問題はどの部位を狙うか。本体が持ち上がらないのは実証済みだから、輪っかに引っ掛けて落とすのが確実だな。ちょっと待ちなさい。まさか先に私にやらせたのってクレーンの動きを確認するためだったってわけ？まあ情報収集も戦略の一つだからな。何それ、ずるいじゃない。これは真剣勝負だからな。だいたい先に手加減しねえって言ったのはそっちだろ。
確かにそうだけど。さて、一番輪っかに引っ掛けやすそうなターゲットは、よし、あれだな。輪っかに引っ掛けて、おいっと。いいと思ったらすく取りやがったわね。はい、俺の勝ち。ずるいずるいずるい。あんた、実はこういうの得意だったんでしょ。まあ、苦手ではねえな。こういうのは動かす獲物の特徴を観察して、戦略立てて慎重にやりゃ、うまくいくもんなのさ。縁日で鍛えたテクの応用ってやつだな。そういや、あんた、お祭りの時も敵屋の屋台で無双してたわよね。なんだかな、小手先の技術で地味に攻めるあたりが、性格がみみっちいあんたにお似合いというか、なんというか。ふん、負け惜しみをいくら言われても痛くも痒くもないぜ。とりあえずこのキーホルダーはお前にやるから、そんなに不満そうな顔すんなよ。ありがとう。でもね、まだ私負けたわけじゃないわ。勝負はついてないの。は？いろんなゲームで勝負して最終的に勝ち越した方がジュースをおごってもらえることにしましょう。今の勝負はあんたに有利すぎたからね。そっちの方が公平でいいわ。ったく、負けず嫌いなやつだな。じゃあ次はこいつが好きそうなゲームを選んでやるか。じゃあ、あの格闘ゲームやってみようぜ。あれなら俺も完全初心者だから、なんでもねえだろうし。あれはちょっとパスかな。なんだ、シンプルで分かりやすそうじゃねえか。そう？殴ったり蹴ったりで勝負つけるなら、いちいちレバー操作するより、リアルでやった方が分かりやすいじゃない。ああ、もちろんあんたが、リアル対戦格闘で勝負したいって言うなら、受けて立つわよ。いや、さすがにそれは遠慮するわ。無事で済む気がしねえよ。じゃあとにかく他にできそうなゲームは。ねえラク、あれとかどうかしら。クイズ魔法学園ってやつ。クイズ系か、あんま得意じゃねえけど。まあお前がやりたいっつんなら別に文句はねえ。受けて立ってやるぜ。そう来なくっちゃ。ジャンルはノンジャンルでいいよね。それじゃ勝負スタート。問題は全部で5問。正解数が多かった方の勝ちみたいね。おう、どんとこいや。問題。次のうち水の化学式はどれ？気に押された。分かってたのに。でもまだ序の口なんだから、これから挽回してやるわ。問題。あるはあけぼのから始まる古典枕草子の作者は。古文はちょっと苦手なのよ。まあこういう問題くらいはあんたに花を持たせてあげるわ。問題。ゴルフでプレイヤーの道具運びをしたりアドバイスを行う人を何と呼ぶ？うっ、先やられた。分かってたのに。どんくさいもやしに速さで負けた。これは屈辱だわ。料理の基本さしすせそ、このうちせが意味するものは？はぁ、あ、せうゆって何よ。醤油は醤油でしょ。なんでしょうがせになんのよ。語呂合わせの意味もあるが、正しい油って書くこともあんだよ。てかどの辺が料理の基本なの？あんたよくわかったわね。
調味料を入れる順番なんて適当でいいと思うんだけどな。いや、その考え方は危険だと思うぞ。問題。シェイクスピアの戯曲ロミオとジュリエットにおいてモンタギュー家と仲違いをしているヒロインのセーフ。これはキャピュレット家ね。簡単簡単。っていうか文化祭でやったんだからこのくらい覚えときなさいよロミオ。これで全問終了みたいだな。はぁ、やられちゃった。なかなかやるじゃない。でも次は負けないわよ。おいおい、まだやる気なのかよ。当然勝つまでやるわ。次はそうね、あれとかどうかしら。パンチングマシーン？知力勝負の次は腕力勝負ってことで。こりゃまた随分と直球な勝負だな。ああいうゲームならあんたお得意の小細工が入る余地もないし、わかりやすく勝負ができるでしょ。つーか、だいぶお前に有利な気がするんだが。さすがに次は負けられない勝負だからね。ここはパンチングマシーンで手堅く圧勝して勝利をもぎ取りに行くわ。パンチングマシーンで手堅く圧勝とか、多分お前以外の女子には言えないセリフだろうな。ん？なんか言った？いや、何も。そっ。じゃあ、私から挑戦するわね。お金はここでいいのかな。このサンドバッグの中央の的を狙って思い切りぶん殴ればいいと。歴代最高記録158キロか。案外お前なら軽く超えたりしてな。よーし、じゃあそれより上目指して一発やりゃー。うわー、適正の支柱が折れた。あれ、なにこれ、測定不能？なんかビービー言ってるけど、もしかして機械壊れてる？壊れてるつうか壊したんだよ、お前のバカ力で。嘘、普通に一発殴っただけなのに。ちょっとちょっとお客さん、行く。うわ、お客さんすか、これやったの。あ、そうみたいなんですけど、まずかったですよね。あ、もしかして弁償沙汰ですか。すいません、今は手持ちがあんまなくて。感動したっす。え、いや、まさか歴代最高記録が塗り替わる瞬間に立ち会えるとは思いませんでしたよ。しかもマシンごと破壊するなんて信じられねえっす。マジやべえっすよ、伝説になりますよこれ。はあ。おい、こっち見てみろよ、すっげえぞ。女子高生がパンチングマシン殴り壊したって。なんかギャラリーまで集まってきたぞ。これつまんないもんすけど店からの記念品っす。はあ、どうも。あとお客さんの写真名前入りで店に飾っておきたいんすけど、いいすか。伝説の怪力女子高生挑戦者モトムみたいな感じでどうです。あ、それはちょっと勘弁してください。あんな美人が超豪腕の持ち主だなんて、人は見かけによらねえな。バカ、あの制服の下はとんでもねえ筋肉なんだよ。人がこっちに割れてんぜ多分。ねえラク、もう私ここに来られる気がしないんだけど。いや、まあ気持ちはわかるけど、純粋にすごいと思うぜ。少なくとも今日のゲーム対決はお前の勝ちだな。伝説を打ち立てちまった怪力女子高生には勝てる気しねえし、後でジュースおごるよ。嬉しくない、全然嬉しくない。何かしらこの
試合に勝って勝負に負けた感じは。シューからメールだ。一条楽様へ。日頃よりお世話になっている一条楽様に、私舞妓シューから特別なメールのご案内です。林間学校以降の日常生活の至るところで、女子たちの絶妙に恥ずかしい写真を、特別価格500円かっこ税込みかっこ閉じにてお譲りいたします。ケイサキシートゲちゃん、大野寺ケイサキちゃん、T.S. シローちゃん、T.M. リカちゃん、エトセトラ。類稀な美少女たちの写真を1枚、いえ、10枚からでもいかがでしょうか。というか買ってくれ。週より。なんだこの商売メールは、怪しすぎるぜ。ん？下の方に追伸があるな。なになに？なお、このメールは閲覧次第削除しておくこと。女子に見られたら、俺もお前も破滅だ。だと？怖えよ！変なことに俺を巻き込むんじゃねえ！うるさいの。おちおち眠ってられぬわい。おっちゃん、朝ですよ。早く起きないと遅刻しますぜ。今起きるわ。もう8時回ってますぜ。さあ急いで支度してください。はあ、わかった、今行く。おかしいな、いつ目覚まし時計止めたっけ。